社民党の議員が増えればこんないいことがある。給食の無償化、オーガニック化を進めましょう。社民党の中で8年ぐらい前からでしょうか、みんなの給食プロジェクトを作って、自公式の学校、給食センター、無償化、そしてオーガニック化、地産地消をやっている、いろんな給食の現場を全国歩きました。給食の無償化、本来ならこれ政府でやるべきですよね。給食やってないところも全部やるとして、さらに必要なお金は4400億円ぐらいになると言われています。国でやれよということを国会で主張しています。でも今自治体で本当に給食の無償化広がっています。データの取り方で違うんですが、200以上の自治体ですでに給食の無償化進んでいます。もう一つ、給食の有機化、オーガニック化です。その前に地産地消、愛媛県今治市など地産地消が進んでいます。オーガニックの現場に行きました。千葉県いすみ市です。米飯給食無償化する、これは太田市長の思いでやろうということを決めて、有機農業がなかったにもかかわらず米飯給食の有機化から始めました。有機米使って1週間に1食だけパンを作るということです。その無農薬の田んぼですから、子どもたちが体験学習で行く、自分の自身のおじいちゃんおばあちゃんがその有機米を作っている、おいしいおいしいって給食で食べる、まさに地域で循環するし、美味しくて安全で具体的に顔が見えるっていう、本当に素晴らしい循環が始まってると思います。いや、有機化、オーガニック難しいよと言っても、調味料一つから始めるのも一つの方法だと思います。様々なところで給食のオーガニック化、有機化が進んでいます。あなたの町の自治体に社民党の議員増やしていきたい。